まあ、憧れるのをやめましょう。ファーストにゴールドシュミットがいたりとか、センター見たらマイク・トラウトがいるし、外野にムーキー・ベッツがいたりとか、まあ、野球やってれば誰しもがこう聞いたことあるような選手たちがやっぱりいると思うんですけど、今日一日だけはやっぱ憧れてしまったらね、やっぱ超えられないんで、僕らは今日超えるためにやっぱトップになるために来たんで、今日一日だけは、彼らへの憧れを捨てて勝つことだけ考えていきましょう。最後、